琴を引く慶向慶安氏は、中国三国時代の義の文人、字は、祝夜、予習国権の人、祝林の七権の一人で、その主導的な人物の一人、父は、慶明、兄は、慶喜、子は、慶章、女子一人、幼少の頃孤児となり、義の年末の政治的に不安な時代を生きたが、自由奔放な性格と、義の講子を妻とした、複雑な立場から、 妙利を諦め、ことを引き死を歌い、山沢に遊んでは帰るのを忘れたという。したがって、老僧を好み、官は、中山大部に至ったが、山東から役を譲られようとしたとき、絶好賞を送った。曹操のひ孫娘の長楽亭主を妻とし、義の喪失の隕石として、中山大部に任じられたので、慶中山とも呼ばれる。非凡な才能と風采を持ち、日頃から、 りに人と交際しようとせず、山中を少量して、戦役を求めたり、探徹をしたりするなどの行動を通して、労僧思想に没頭した。気心の知れた少数の人々と、聖壇と呼ばれる哲学論議をかわしみおりを求めなかった。友人の山等が自分の公認に傾向をリブロに推薦した時には、与山巨源絶好書と書いて彼との絶好を申し渡した上で、 それまで通りの生活を送った。ただし、死の直前、この継承を山東に託しているように、この絶好書は文字通りのものではなく、自らの生き方を表明するために書かれたものであった。傾向の親友であった両安は、兄の両辰美が自分の妻と私通したことでさかいを起こし、兄を告発しようとした。ところが、身の危険を感じた両辰美によって、先に、 親不孝の罪で訴えられた。この時、慶公は両案を弁護しようとした。しかし、紹介は以前から慶公に怨恨があったため、この機会に慶公と両案の言動を風俗を乱す、行いだとして、柴明に残言した。このため、大和のリブローへの推薦を断ったことと、両案を弁護する姿勢が、罪状に挙げられ、慶公と両案は、死罪となった。当時、 旧軍に孫党という同志がいた。慶公は山に薬草を取りに行った時に知り合い、彼の元に三年通っていた。しかし、孫党が一言も口を聞こうとしなかったため、慶公は別れ際に、先生、まだ口を聞いてはいただけないのでしょうかと尋ねた。そのため孫党は、初めて口を開き、あなたは多彩だが見識が乏しい。今の世の中では難を免れるのは難しいぞと言った。結局。 傾向は死刑という難を免れることができなかった。傾向はとを演奏することを好んでおり、ある時に見知らぬ人物から、高領さんと呼ばれることの曲を学び得意としていたが、誰にもそれを教えなかった。刑の直前にこの曲を、声無愛楽論、トフを表すなど、音楽理論に精通していた。著作は他に、養生論、尺子論があり、死は、遊奮し、 増収再入り軍護種などの四個都市に優れていた。ありがとうございます。